鳥居坂は、東京都港区麻布にある坂である。東京都港区六本木五丁目、フィリピン大使館や東洋英和女学院前を、麻布十番方面へ南に下る坂である。六本木ロアビル横から続く通り沿いにはフィリピン、大使館や港区役所麻布支所、東洋英和女学院があり、さらにその先の坂沿いには、 東洋映画女学院小学部、大手レコード会社ビーインググループ本社、スヌーピーミュージアム東京、国際文化会館、シンガポール大使館等がある。明治時代末期から大正時代頃までの鳥居坂周辺は、優雅な地域で、家族、三条家の邸宅をはじめ、韓国皇太子が育てられている館、サネヨシケや大鳥ケ介ス家の邸宅などが連なっていたという。 鳥居坂には明治時代、造園家、市川幸夫設計による鳥居坂御領地が置かれた。また、1883年には、日本メソジスト教会鳥居坂教会が作られ、翌1884年になると、東洋英和女学校が開校している。江戸時代の地市、江戸砂子はかなについて、慶長の頃、この地は、鳥居彦右衛門に玉物筆所なり、よりでかく、 鳥居坂のなありと記している。また、同じく江戸時代に作成された漢文図によれば、この坂ができる前、この一帯は鳥居表部というものの屋敷で、船井遠隔図書の遠方年間より、教法8年に至るまでの図面にも、この坂上に鳥居市の屋敷が記載されている。一方、新鮮東京名所図絵は、昔坂の上に、 鳥居佐京介の屋敷有氏によりこれの成りと鳥居氏の屋敷があったことにちなむという一般的な説を紹介すると同時に一説に麻吹川神社昔大こそにてにの鳥居このところに有氏をもって正式たりと、と、かつて坂上に神社の鳥居があったことにちなんでいるという一説にも言及している。国際文化会館江戸時代、幕末まで鳥居坂には多度津藩、 京国家の江戸屋敷があり、同藩の第三代藩主京国公文が死去したのもこの屋敷であった。明治時代になるとここは公爵井上香織の所有となり、1887年には邸内で明治天皇夫妻らを招いた天覧歌舞伎が行われている。屋敷はその後国の宮邸となり、ついで大正銀行頭取りも務めた実業家。 赤星鉄馬の邸宅となった。しかしながら、屋敷は1923年の関東大震災により、東海、三菱財閥総水、岩崎小屋田の邸宅として再建された。太平洋戦争での日本の敗戦と財閥解体を経て、国有地となっていた多度津藩江戸屋敷跡は民間に払い下げられ、1955年に国際文化会館が開館した。 アイドルグループ、桜坂46は、当初、鳥居坂46として、メンバー募集を開始した。その後、お披露目当日に、新グループ名が発表された経緯がある。ありがとうございます。